皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだぜ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。さて今回から新シリーズ、乱世紀をお送りするぜ。しかも PS2 版です。シナリオは1534年5月信長誕生だ。今からワクワクするね。それはそうと肝心の柿崎だが。そうよ、どうなのどうなの。この通り、選べます。久しぶりのザキカキ。乱世紀は通常版でも柿崎が選べるようだ。このシナリオだと義弘か、天正期ぶりね。どちらにせよ、これで安藤の世話にならずに済むわ。あとシステムが変わったんだぜ。どう変わったの？以前の天正期に近いかな？じゃあ箱庭内政システムは？仕様変更でなくなりました。箱庭好きにはがっかりかもね。他にも変更している点があるのでその都度解説しようと思うんだぜ。どちらにしても最初からザキカキが選べたらオッケーです。まあ我々みたいな奴らは少数派だろうな。さようであるな。乱世紀はこの日本地図が固定されているぜ。烈風伝みたいにあっちこっち行かないのね。お、末広がいたぞ。まず最初にやるべきは黒人衆を味方につけることだ。乱世紀には大名勢力以外の諸勢力が登場する。ふむふむ。彼らを味方につけると戦が楽になるという寸法だ。お、有効になったぞ。有効では味方になってくれない場合がある。なので親密まであげるぜ。なるほど。勢力コマンドは月1が限度だ。なので残りはまず開墾だな。珍しく内政をやるのね。これで軍港を稼ぐ。溜まると治療ができるんだ。一度で理解できないんですけど。じゃあ後で説明するわ。お、親密になったぞ。よし、じゃあ次は兵士変更だ。乱世紀には新しく二打が加わった。我らが末広は牙なのね。その牙を変更する。なんで、恨みでもあんの？こうという文字があるだろ？あれは治療で兵力が増やせるという意味だ。別に増やしたらいいじゃん。増やしても馬がいない。馬がいない？さすがザキカキ。あと二打は士気回復効果がある。だが今は必要ないな。慣れるまで時間がかかりそう。治療を与えるのも覇王殿以来だな。これで末広の兵力が増えたぞ。一小隊が兵200だ。つまり末広の兵力は400になる。なるほど、だから大名は5小隊あるのね。あとは戦に備えて訓練だ。南部に備えないとね。よし今度はこっちの黒人衆だ。金がかかるわい。有効になったぞ。やれやれ、時間もかかるわい。兵力は3ヶ月で1小隊が補充される。青かったのが兵隊アイコンになってる。ではこれより南部を攻める。おお、ついに戦か。ちなみに本州に攻め込むには船が必要なんだ。さようであるか。おいおい、断られたぞ。たまにあるんだよな。そんなこと言ってる間に南部が攻めてきたぞ。案ずるな、帰り討ちにしてくれる。本当に大丈夫？すべてはこの日のためだ。お、黒人衆が味方になってくれるっぽい？どうやらそのようだな。
さて乱世紀の合戦システムはリアルタイムでの戦いとなる。しかも PS2 版では合戦がフル 3D なんだ。だいぶ変更されてるね。操作に慣れが必要だ。それでガキガキは攻めないの？黒人衆に任せます。くさ。フル 3D だからこんなこともできるぜ。やばい、止まれない止まらない。軽音オープニングか。アミオタがいるぞ。さて乱世紀には烈風伝同様式が関係する。烈風伝は全体だったが乱世紀は1小隊ごとになる。変更点が多いね。当然式がゼロになると退場だ。ですよね。あれあれ、こっちに来るよ。への突っ張りはいらんですよ。言葉の意味はわからんが、とにかくすごい地震だ。って筋肉マンか、おっさんがいるぞ。なんかゲージが出てきたぞ。門を攻撃すると出てくる。やばくないのこれ。門を破壊されてからが勝負だ。ここでポーズ。ポーズ。城を攻撃すると式が激落ちする。我らが狙うのはそこだ。ではマリサに背中を預けようぞ。時は今、これより出陣する。親方様、ご出陣。狙うは総大将、南部安信の見印だ。感激を聞くは今ぞ。者ども、いさめよ。ゲージが兵力を表している。黄色の矢印の下が南部安信だ。消えたぞ、やったか？一小隊が消滅すると一旦消えるみたい。そうなんだ。とりあえず我らも休憩だ。よし、式が100になったところで出陣だ。して、次なる敵は？次なるは南部春政。名前の隣の3が正体、27が式だ。では式をゼロにすれば正気が見えてくるわけか。そういうことだ。ではポーズを解くぞ。ここで合流。合流すれば強行が使えるんだ。おお、敵がチリジリになっていくぞ。勝った。最後どうなったの？敵の総大将が退却したぜ。何分目、我らに恐れをなして逃げたか、他愛なし。ザキカキの強さ、思い知ったか。とりあえずなんとか勝ったわね。前シリーズ攻めてくるな南部は。なんだなんだ。安藤家に新年の挨拶だとよ。ぐぬぬ。何故我らが安藤に新年の挨拶などと。属国だからな、仕方がない。兵糧をよこせだって。どうする？どうしようかな。だが断る。当然だな、常識的に考えて。有効度が下がっちゃった。安藤家との有効度など肩払いたいわ。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さて南部相手にどうするザキカキ。次回も乞うご期待。それではご視聴ありがとうございました。